こんにちは、ハチミンです。本日は2023年1月27日です。今回は相鉄線を使った企画です。その企画とは、22分ホームにいてみれる。車両の種類は何だろう？過去動画に全種類の車両を見ることができるのか？というタイトルで3回分ありますが、今回は番外編としてやっていこうと思います。この企画をやる場所は、相鉄本線、相鉄新横浜線の西谷駅です。やり方も過去3回分と同じです。ですが、今回はいつもと違って短期決戦です。それでは、ルールを設けたので、ルールを見た後、本編スタートしましょう。22分ホームにいてみれる車両の種類は何だろう？のルール。制限時間は22分。計測時間は18時28分から18時50分。更新車や横浜ネイビーブルーなどの車両が来たら、その車両の系統として扱う。基本は発車シーンなどで計測。撮影場所は必ず海老名寄りの先頭付近で行う。系統、行き先、種別を右上に掲載する。周りには細心の注意を取り、他の利用するお客さんの邪魔にならないように撮影をしています。新型コロナウイルス感染症対策をした上で撮影を行っています。撮影者のカメラなどの事情により手ぶれやピントが合わないことがあります。あらかじめご了承ください。ご視聴の際ご注意ください。そろそろ始めましょう。果たしてこの短時間でどんな種類の車両を見ることができるのか。それではスタート。Thank you.
結果発表。果たしてどのくらいの車両を見ることができたのか。9000系2本、1万系1本、1万1000系1本、2万系2本、2万1000系2本、E233 系1本。なんと、この短時間で、相鉄8000系、相鉄1万2000系以外、相鉄線で走っているすべての車両を見ることができました。実は、上り線も含めると、この短時間で、相鉄線を走っている全種類の車両を見ることができていたのです。ですが、今回はあくまでも下り線のみの制約なので、上り線の方はノーカウントです。今回の相鉄線を走っている全種類の車両を見ることができるのかについては、あくまでも番外編として見ていただければと思います。今度はもう少し長い時間を設けてパート4としてやりたいと思います。今回の動画はこれで終わります。動画のご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。していただけると励みになります。なお、この文言は滅多に言わないので、かなりレア回です。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。